行きましょう。ワークスが迎えに来てくれました。行ってきます。お気をつけて行ってらっしゃい。もう疲れてます。もう疲れてますけど。最短で行きたいと思います。それじゃあ、行ってきます。よっしゃあ、でもまあこう動き出せばね、まあ、多少涼しいですけども、いやー、さあ行きましょう。あのね、ルート的にはあれですわ、東京にまず行きます。で、東京を越えて行く感じかな、うん、一応ね、テザリングしながらまあ見ていってるんですけど、まあ、全然動いてないですね、ナビは。ダメだね、これテザリングできてないね、これ本当にもう必要ないです。もう時間もったいないんで、ナビなし。ナビなしで向かいます。結構やっぱお盆なんですかね、このもういた江坂界隈がもう全然静まり返ってますね。走りやすい、うん。さあ、安定のですね、新御堂乗りました。あとはこのまま、まあ、千里ニュータウンの方かな、万博の方に向かって名神から乗れば行けるっしょ。もうね、風さえ受けとけば大丈夫ですね、うん。このあのいただいたですね、前昔夏ジャケットがもうこの夏にかなり使えてますね。こう風を通すんですよね、うん。覚えてはります？脳梗塞やったかな、脳梗塞になって、あの目の視野が奪われてバイクをもう乗るの諦めたっていう人が、加算チャンネルを見てもう一度バイク乗りたいっていうですね、トライクにバイクをですね改造して、加算の MDF に会いに来てくれた、あの人ね、あの人加算、夏ジャケットいいの持ってないですよねって話になって送ってきてくれたんですよね。非常にありがたい夏ジャケット、この夏ジャケットで行きますよ。すごい車やな、何あれ、かっこいい。これね、高速ライディングでもう一気に行くっていうのもまあまあまあ楽しいですね、うん。まあ大人なんで、はい、まあ、あの時間の方を取ります。これかっこいいなぁ、 T-MAX かっこいい。さあ、僕はいつもこれの左をですねくるっと回って池田に帰るんですが、茨城2番こうですね、あーここね、あーはーはーはー、なるほどなるほど、俺いつもこっち行くんですよ、こっちね。で、名神に乗れということやな、まっすぐで。あー暑い、でも久しぶりやな、この行き方で行くの。ようね、東京で仕事ある時行きましたけどね、仕事もないのに行くってね。まあでもこれが仕事か、俺の、俺も変わりましたわ。草津ですね、こう新名神の方に入りますよ。新名神は左です。もうなんていうんかな、大津、滋賀県ですね、はい。あっという間にもう京都はもう行きまして、まあ、次はまあ亀山とかですね、あの辺りそこら辺を目指していきます。もう元気なうちに行きますよ、元気なうちに。こいっす、もう東京に行くのに慣れてるんでね、道は知ってるんで、はい、新名神ができてからは新名神がやっぱり早いですね、名神で行くより。
青い空、緑の草原をかき分けるようなこの高速、めちゃくちゃ気持ちいいでございます。でもその反面、眠気、暑さ、これがまだ名古屋をあと80キロに残して言えてない、名古屋はあと80キロもあるにもかかわらずこんな気持ちになってるって、この先一体どうなんの。今着いたんですけど、振動で手がおかしいです。うわうわ、知覚過敏みたいになってる手が、うわほら、どん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 って、先が思いやられるな。はい、土山のインターでですね、まあ、休憩したわけなんですけども、まあ、こまめにちょっと休憩しないと本当にしびれが、今だいぶ落ち着いたんですけどね、いや本当こう側腕症というかですね、腱鞘炎になっちゃうんじゃないかっていうぐらい、やっぱりこのブロックタイヤが、やっぱりかなり足を引っ張ってますね。タイヤの恐ろしさをまた一個勉強になりました。よし、体の中からですね、まあいろんなものがこう抜け出ていくというか、熱と汗となんかいろんなもんで、なのでまあちょっとそうですね、100キロ走ったら1回休憩するぐらいの気持ちがないとダメですね。まあ日がちょっと暮れてくるとね、だいぶいいと思うんですけど、今2時17分、まあいわゆる1時間走ったって感じです。愛知入りました、愛知県、イエーイ、嬉しい、愛知県。皆さん前の方に赤いのと白い大きいなんか建物見えますでしょうか。あれがもう名古屋の有名な、もう突風ですごいという橋なんですよ。最悪ですよ、最悪、もう右車線から左車線まで吹っ飛ばされたっていう伝説まである。ほんまに全身に力入ってね、もう NSR がもうビュンビュン振られるんですよ。うわわわわわ、なんやねんこいつ、見てないやんけ。今の見ました、橋よりもこいつが怖かったです。このトラック全然見てないやん、これ横風注意ってなってるでしょ。あ、でも大丈夫、さっき鯉のぼりみたいなのが全然触れてないから大丈夫、風今日ないっすわ、よかった、ほんまにもうよかったです。本当はもうこれもう通常じゃもう震え上がるぐらいの風なんですけど、大丈夫、よかった、動画的には面白くないか全然余裕。なんかね、しびれね、1回目がひどかっただけで、今はねそうでもなくなりましたね。飛ばしてなかったのかな、どうなんやろ。バイクたくさんいますね。ここのポイントなんですけど、透明、本来ではあればね、でも今は新東名があるんで、新東名の方で行きたいと思います。確か新東名の方が早いはず、昔はこれなかったんですけどね、昔はこれ東名左行ってたんですけど、ちょっと新東名から行ってみたいと思います。新東名 E1A ですね。現在ですね、名古屋の端っこです。全行程まだまだあと900キロぐらいあります。大きい目標を立てすぎたとちょっと後悔します。日本は広い。よし行きましょう。なんかね、東京方面事故あるみたいですね。なんで、まあ、急いで行っても事故がめっちゃ渋滞してるみたいなんで、まあゆっくり行きましょう。まあ、ちょっと結構休めましたね。なんか休むペースがだんだん長くなってきてみたいな。まあでもゆっくり行きましょう。見たらやっぱ東京着いてからが大変そうですね。やっぱこうこのなんていうか、都会の喧騒を今抜けてるからいいけど、こう都会がね、都会が牙を剥いてきますんで、これから。まあ天気がいいだけまだマシなんかもしれない。はい、静岡県入りました。浜松市一番端っこです。静岡の一番端っこ。でも静岡は静岡、ありがとうございます。ちょっとテンション上がりましたね。まあ、問題はでも東京ですよね。東京をどうダッシュできるかっていう、はい、
吟じます。燃費がいいフューエルインジェクションのバイクやからってガソリン大丈夫って過信してたらガソリンなくなるあると思います。久しぶり。ちゃんちゃけちゃんちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃんちゃんちゃけちゃんちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃんペルシスでロングツーリングに行ってるけどそんなに興味がありません。チェックショー誰も別に期待してないっていう。自分がたまたま出したあの企画、あれがさ何万人とか何十万人見ててさ、うわしまった東北やー言うてさ、今これが言ってんやったら意味あるやん。面白いやん、みんなが面白がって見てんの200人ぐらいやから。俺がまずなんで 岩手県っていうか最東端に行ってるかっていう意味すら何も伝わってないっていうね。もっと走ろうよベルシスで高速ゴーバン小さいゴー古いな俺も。ちゃんちゃんちゃ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 んちゃんちゃ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 んちゃ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 んちゃんベルシスで行こうよ最東端へゴーゴー。お金はないけどカード払いさゴーゴー。でっかいバイクだけどパワーはないよゴーゴー。何の意味があるそこに意味なんてないYouTuber こそYouTuber こそちゃ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 。さあ走ろうよベルシスで高速ゴーゴーなんかちょっとハンドル取られんねんけど大丈夫なんかな。空気圧もうちょっとでも挙動おかしかったらね疑ってます。はい、ここはですね、噂の120キロ出していいとこです。はい、120キロを出していい区間です。ってことは130ぐらいまで出しても捕まんないってことですね。今僕120出てるんですけど、まあ普通っすねそれはまあそのぐらいでしょうっていう感じなんですけど、あの正々堂々と120キロ出してもういいという公言されてる場所ですね。静岡インターで入れます。ガソリンを満タン入れるわ。東京で事故してるっていう噂だから急ぐよりゆっくりしていこう。静岡で休憩はドッグランある。かんで言ってこのドッグランにですね癒されましたね。ドッグランのこの犬たちを見てると心が洗われるようでした。さあ日も落ちたんでですねちょっと走りやすくなってると思います。実はですねもう今左にもう暗いんですけど富士山が見えててギリだから要は裾野なんですよ。裾野を通り越そうとしてるんですけどまだ時間にしてですねまだ7時、眠すぎて事故りそうです。もう限界眠たかったんですけどちょっと休めるとこ見つかったんで休みます。ちょっともうやばいです。もう頭がパンクしそう。ああよかった見つかった。足柄っす。足柄でちょっと横になかったんですけどさっきも異様に眠たくてはいちょっとベンチで多分ちょっと寝れたと思います。ほんの数分でもそれだけでも全然違うと思います。なので時間が8時17分に変化しました。はい、僕の中でリミットが12時なんですよ。12時の段階で ETC が 30% 割引になるタイミングでまあそうですね盛岡とか
まあ、あっちのええ感じのとこに折れたらなーってちょっと個人的には思ってて、ここ大事そうやね。この圏央道ぐるっと大きく回るみたい。圏央道は茅ヶ崎の方じゃないよね多分ね。だから右やね。うん、茅ヶ崎に行かずに圏央道で八王子方面。ですね、栃木県でしたね。ここは栃木県の佐野っていう、サービスエリアに来ました。で、あのコンタクトからも今眼鏡に変えたんですっげー見えます。はい、那須の塩原の、インターで休もうと思います。あの頑張ってね、むちゃくちゃ走るんですけど、もうあの意味ない正直意味ない。うん、あのもうそんな簡単に行けるもんじゃない。だからもう慌てずに行った方がいい。でちょっと見てもらったら分かるように下濡れてるでしょ。雨情報をキャッチしないとこの先えらいことになるんですよ。ちょっと地図見てショックでした。まだまだです。5時間36分ですよ。高速で5時間ですよ。下道じゃないんですよ。これは非常に由々しき問題です。こんなの広すぎる、辛すぎる、大変すぎる。でも自分で決めたことだから後に引けなかったんですよね。限界です。おやすみなさい。さあ雨が心配ですけどね、今のところまだ降られてません。さあ行きましょう。そうか、こんな感じなんか。僕多分正直この東北道山形路線っていうのはの高速は初めてですね。こういう風な風景やったんや。寝る直前はあの霧みたいなのがぐわーってこう攻めてきててですね、気温も下がってちょっと怖かったんですけど、あ、ちょっとでも今肌寒いですね。寝るときはあのカッパ着て寝たんですけど、あ、カッパ取るんじゃなかったな。ちょっと肌寒いですね。なるほど。ということで、まあ、金曜日の、昼間からスタートして、まあ今ねトータル850キロぐらい走ってきてるんです。はい、だ1日で850走ったんです。2日目はだから残りあと300ぐらいってことですね。はい、要は1100なんで行きしげ、はい、往復2200の旅なんです。えぐい、熊に注意。しかしすごいですね、まあ、密林ですよ本当に。でもまあほんまに熊が出てきてもおかしくないなっていう。